本当に初めてなコースやから、もう本当グリーンの形状とかも全くあれやし、こういうね、行ってみて。おはようございます。木下ホトゴルやりましたあれ。でアールゴルフさんのパター出来上がりました。ありがとうございます。約1ヶ月ですかね。1ヶ月ぐらいかかるって言われてたんでね。見てください。ホトゴルフって入ってますよ。入れてくれはりました。もう本当に世界にたった一つのパター、オンリーワンでございます。今日はもちろんこれ初めてなんで、ちょっとこのコースで試したいと思います。こちらのコースはですね、東洋カントリークラブさんでございます。ありがとうございます。僕はちなみに初めてなんで、ものすごい楽しみですね。まずは1番のパー5から行ってみたいと思います。それから見てください。はい、マーク&ロナさんでございます。それからやっぱり男子っていうよりも女子のやっぱり僕は金組ちゃんをイメージしております。金組ちゃんここ確か来てたと思うねんね。あれでしょ、日本女子オープン見たばっかりやからバレたバレたかね。女子オープンの次の日の収録ですか。そういうことでございます。勝南選手おめでとうございます。さあそれでは行きましょう。さあまずは1番ホールでございますね。1番ホールはパー5でございます。477ヤードとなっておりまして、打ち下ろしの左ドックですね。ということは、ちょっとどちらかといえば右目がベストでございますね。さあ、スタートホールなんで、とりあえず、僕の中ではもう OB さえなかったらいい感じです。はい、行きたいと思います。さあスタートホール、ちょっと気楽に、もちろん目標は90でございます。ボギーペースでいきたいと思います。はい、タイトリスト4番でいきます。左、ちょっとワンペですね。ちょっと行ってみて、おそらくワンペでございます。行ってきます。ボール自体はある？タイト4番、ああ多分それやね。もうこっからもうちょっと前にドックしてるとこ出すしかないんで、8番でちょんといきたいと思います。うん、まあ予定通りですね。はい、よし、あっこからちょっと頑張りたいと思います。さあ、これがだからワンペなんで4打目になります。残り150ぐらいの打ち下ろしで147ぐらい見ております。8番でいきたいと思います。うまく打てました。
あ、でも手前でバンカーだと思います。でも結構うまく打てたと思います。いやー最高の天気やね。うん、最高の天気やけど出だしが 最悪やぞほんでこれ今のね、今のは自分なりにうまく打ててんけど、手前のバンカー入ったんでここやね、ここ。うん、これはちょっと大叩きの可能性ありますよ皆さん自分で言うのもないけど。あら生まれたね卵1個生まれたね。うん、ほら、いやこれ難しいバンカーです。もうピンまで近いし、まあ入れたらあかんバンカーやね。いいとこ打ててんけど、さあもちろん初めてのバンカーで、うん、ちょっとホームランだけはちょっと嫌なんで手前から入れようか。ぐっと、うまい、うまいと思います。うん、初めてのバンカーでよかったよかった。大叩きするとこがまだ耐えてるかも。置いときましょうかね。キラさんのカラーボールです。さあ下りですね。うん、やっぱり下りなんでちょっと早いかな。初めてのアールゴールさんパター一発目でございます、ございますよ、一発目でございますよ。弱い、はあ、うん、弱い、よいしょ、はい、ダブルボギーでした。ちょっと追加頑張ります。よし気合入れろ。さあ気持ち入れ替えて2番ホールでございます。2番ホールはパー3で、ピンまで126の打ち下ろし入れて、115となっております。だから11ぐらいちょっと打ち下ろし読んでみたいと思います。風はピンの旗はちょっとね、ちょっと左から右揺れてますけども、ピッチングでいきたいと思います。ちょっと右目から、うん、花道ぐらいです。ちょっとアゲンストかもね。しっかり当たったけど手前に落ちましたね。なんとか寄せワンでいきたいと思います。ちょっとやっぱり風ですかね、上空が上げてることを全然読んでなかったですね。当たった瞬間しっかりピッチングで当たったんで120下手したら5ぐらい飛ぶんで、今の感じだと大きいと思ったんですけど、だいぶ手前で落ちたんで、こ
こですよ、この花道からの寄せですよね。これが、私みたいに100叩く人、90で回れる人、80で回れる人、シングルな人、これが結構差が出ると思うねんね、ここね。さあ、こっからですね、2打目、57度でふわっと、もうふわっと直接グリーンでいいと思います。ちょっとスライスしていくと思うんで、左気味にグリーンに直接ふわっと落とすイメージです。直接グリーンって言ったでしょね、弱いよね。これが100叩く人です。自分で言うのもなんですが悔しい悔しい。いやいや、これ入れたらパーです。でもまあ下につけれたっていうことをちょっとプラス材料にしましょう。よし、しっかりと。おお、いいです。ナイスパーでございます。パー取れました。いやいやいや、本当にこれは道具のおかげやな。よし、いいぞ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 、調子乗ろう、これで調子乗ろう。ナイスパー。いや、やっぱりアプローチ下手やな。まあ本当に今までそのああいうアプローチでその3度を57度、58度使ったことがやっぱりなかったんで、今ちょっと、このフォトゴルフやり始めて、やっぱりそこはしっかりと3度でも打てないと上達しないっていうのを分かったんで、どんどんやっていってるんですが、いやまあ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 一応コソ練は続けさせていただいてるんですが、ほんまに上手くなりたいけど。さあ続きまして、3番ホールですね。3番ホールは385ヤードのこれがパー5です。パー4かなと思ったらパー5でも、見てみるとむちゃくちゃ打ち上げになってるんですよね。だから距離的にはプラス 4,50 ぐらいやから、まあそれでも距離はパー5にしたら短いかもわからないですが、いきなり谷越えの、そしてどんどん打ち上げていってるんで、なんとかパー目指して頑張りたいと思います。まずはティーショットや、ティーショット、ティーショット。ちょっと右、ありますね、ちょっと傾斜のとこですが、ちょっとフェードしました、スライスしました。はい、まあパー5なんでなんとか頑張りたいと思います。さあ2打目ですね、だいぶとつま先上がりになっておりますんで、つま先上がりやからね、あの前上がりっていう人いてるから気をつけてください。つま先上がりですから、229全部打ち上げ入れてね、211の229ぐらいなんで、
もちろんグリーンはこの体勢内狙えないんで、どんだけ残すか、160ぐらい打って、まあ80ぐらい大体、ほんで54度でいこうかなっていう狙いです。だから5番のユーティリティ26度で160ぐらいの感じで、左、うわ、木の裏やめて、一応ありますが大丈夫と思います。でも思ったより距離残ったと思います。もうちょっと、さあ3打目勝負です。つま先上がりは難しいね。さあ3打目です、距離がだいたい 81.5 の打ち上げ入れて88ぐらいですね。風はちょっとフォロー気味かなというので、まあ一応予定通りの54で行くか50度で行くか正直迷っております。でも54のしっかり行ってみようかな。うん、はい、1個大きめのクラブで僕ざっくりが多いのよね、加減して。それ分かってたらちゃんとやれやっていう話だけど、一人で喋りながらやるのもう慣れてきたわ。お願いします。おそらくね奥やと思うねんね、ピンだから奥怖いね。一手のお楽しみ、ドンっていう音はしたから多分グリーンにはあると思うねんけど、どう思う？今のどう思う？さあ一応予定通りの、おそらく乗ってるとは思うねんけどね。ちょっとこぼれてますけど、あ、ぴったりぐらい、距離はぴったりぐらいです。こういうグリーンやねんね。全然右に余裕なかった。さあ、ちょっとこぼれてました。もうグリーン、ピンが結構グリーンの右やってね、ここに落ちてます。だからキャリーはちょっと大きかったけど、まあまあ一応ナイス54度で良かったと思います。さあもうこれはパターで行くんですが、一応バーディー入れたらバーディーなんで、ショートだけは避けます、超えますんで。っていうことは読みもちょっと薄めで、うわ入っちゃった、やっちゃいました。いや全然増えたね距離が。ちょっとやっぱりあのカラーからなんで意識しすぎたな、食われるっていうのが。よし、冷静に、まだ入れパーなんで。
入ったと思ったけど、最後ちょっと右切れた。悔しいなこれは。うー悔しい。ボギーになりました。いやこれはちょっとカチン入ったね。ちょっと食われるもんちゃうかなっていうのと、絶対ショートはしたくないっていうので、ガチいったね。反省です。ボギーでした。もったいない。いやほんまに自分の中でもありえへんようなことがやっぱり起きたりするよね。あんなに絶対行くと思ってないもんね。あの超えようと思ってても。まあでも最高な天気で、まあこういう状況でやらせてもらえることにちょっと幸せ感じないと罰当たるね。反省ばっかりしてたら。でもさ、昨日の勝みなみちゃんとかさ、もう最終日のあの大きな大会で、まあ出だしは1打差で西郷さんと出るわけやんか。むちゃくちゃプレッシャーやんか。それをどんどん突き放して独走していくって、すごいメンタル持ってるよねあの選手。多分セッティングしてる方からしたら、10アンダー、優勝で10アンダーっていうセッティングだったと思うんですよ。それを彼女だけ、それをぶち抜いたっていうか、いや、やっぱり俺はメンタルやと思うよ。そういうことなのかもわかんないですね。ぶち破ったのね。かっこいいなと思って見てて、さあ4番ホールでございます。385ヤードとなっております。思いっきり直角ぐらいの右ドッグレッグですね。だからまず、正面のフェアウェイに220ぐらい打って、セカンド行きたいと思いますんで、ここはちょっとスプーンで行きたいと思います。あの150の杭方面でいいよね。右。どうなってんの。多分ワンペとか、ちょっと右をコースのあれで。ワンペですね。もう本当に初めてなコースやから、もうほんとグリーンの形状とかも全くあれやし、こういうね、行ってみて、あ、ここ右こうなってんやとかね、ありますから。あ、多分その辺やと思うねんな。さあ2打目ありました。ここセーフなんで、おそらくこっち方面にグリーンがあって、150ぐらいはあると思うんですよね。これをとりあえず越えないとダメなんで、8番で行ってみようかな。当たるかなっていう。ちょっと無謀かもしれないですが、いきます。あ、やってた。力入りましたね。ここです。これはもう出します。そこに
ここですね。ここなんで、もうここに出します。こっちに。いや、これ。いきます。どうでしょうか。あー、出た一応フェアウェイに出ました。さあ、4打目でございます。ピンまで119です。とりあえずグリーンに見えてないですが、グリーンに乗ればと。うん、乗りました。良かったです。やっと今ので高音ですから、ワンパットで入れてボギーやからね。まあ距離感やね、これはね。縦の距離感。この稲見選手にこれ教えてほしいな。なんかこのやつ。なんていうのかな。エイムポイント。エイムポイントっていうの。エイムポイントっていうの。あれ教えてほしい。よし、ここはもう距離感だけ確実に2パットでいけるように。この距離は、弱いか。うわ、弱い。結構打ったつもりやってんけどな。弱い。よいしょ。ちゃんとしっかりと。ありがとうございます。よかった。ダブルボギーです。はい、よし、頑張ろう。あかんぞ。なんか138より遠くに見えるな。距離は短めだと思うんですけども、パッと見るとやっぱり打ち上げていってるから、300ワンみたいなとこありますよね、トータルね。チャンネル登録よろしくお願いします。